申し訳ありません。今回は本当にもう時間がないんですよ。なんかだるくてさ、今日はバス、ごめんね。いやー、それがえらい渋滞してまして、すいませんがちょっと着くのが遅れそうなんですよ。ああ、それね、うちのせいじゃないんですよ。先方がそうしろって言ったんです。だからさ、私は嫌だって言ったんだよ。あんたに知らなかったんだって。仕事が忙しくてさ、私だって迷惑してるんだよ。今回は言ってたわけじゃないんだよ。何度かなと思います。私は別にすぐ返します。本当に今日やるつもりだったんだし、君は何とかしたいんで。あの時は仕方なかったんだからよ。予算が足りないんで、私は何も聞いてませんので。俺のせいじゃないんだよ。俺のせいじゃない。あいつのせいじゃない。クレームは先方に。よくわからないのに言わなかったんだもんね。つーきちゃん、どう？新機軸はそろそろ生まれるんでしょ？うちのドル箱ワンちゃん、マロミに続く明日のスターが。さあ、うん、つれないこと言わないでさ。大丈夫、みんなが待ってるのよ。月ちゃんの次の魔法を。チーフ、ココファクトリーのプロデューサーからお電話です。欲しいです、魔法。お電話変わりました。あ、どうもどうも。はい、例の新作のお話。来週の月曜日。全然問題ありません。いえいえ、うちの月子にお任せくださいな。はい。そりゃもうマロミを超える大ヒット間違いなしです。ちょうだい。よし、ちょっと待って。それがですね、いえ、
うちの方でもまだわからないんですよ。ですから、これからですね、病院へ行って事態を把握します。この通り魔の被害に遭った女性は、人気キャラクターマロミのデザイナーとして知られている佐木月子さんで、気配がして振り向いたらいきなり襲われた。一瞬光るものが見えてとっさに避けた。本当にそれしか覚えてないんですか？サギさん、どんな小さなことでもいいんです。犯人について何か思い出せませんか？赤いバッグ気に入ってたのに。赤いバッグを持ってたんですか？それが奪われたんですね。バッグには何が？財布とか大事なものは？金色、多分バット。ああ、凶器。その一瞬見えた光るものがバットなんだね。他には何か覚えてないかな？服とか背丈とか。小さかった。5年とか6年。小学生？ふざけんじゃない。手土産にもう用はないんだよ。川津さん、あんた今度来る時に払うって言ったじゃないか。え、言ったろ。申し訳ありません。次の原稿料で。原稿料？そんなんで賄えるほどあんたお偉い先生なのかよ。ああ、とにかく親父の入院費と慰謝料払わないんならまた裁判所の世話になってもらうからな。申し訳ありません。くそが。事件っすか？なんだ、腹の黒さでも検査に来たのか？ああ、お前の方の被害者か。あんなボケじじい、引いたこっちがいい迷惑ですよ。で、今日は何の？ハゲタカにくれてやる餌はねえよ。せいぜい真面目に償いな。うん、ああ、君、うちの同僚もそそっかしくてね、肝心な部分を聞き忘れたとさ。ああ、515室の患者さんですか？あれで殴られたらたまんないっすね。本当に殴られたらな。本当にって、疑ってるんですか？彼女を。そりゃ確かにちょっと変わってるけど。ちょっとじゃねえだろ。せっかちじゃいけません。無意識に壊れやすさを演じてるような子には優しくまめに辛抱強く桃の皮を剥くようにね。どこの桃を剥く気だか。下品が一番嫌われますよ。けっ、前にもあったろ、似たような事件が。似たようなって？通り魔の狂言。飛躍するな。長年の勘ってやつですか？腑に落ちねえだろうが。世の中もう21世紀ですよ。もっと科学的に行きましょうよ。飯でもかけますか？事件か狂言か。へすぐに出してやろう。よし、これでいいぞ。出た！どういうご用件でしょう？
ャラクターマロミで知られるデザイナー詐欺月子さんを襲った通り魔事件。ここに来てその犯人像が大きな衝撃を呼んでいます。現代の傾向として犯罪の低年齢化が指摘されてはきましたが、小学生が通り魔というのは。うちの子じゃありませんよ。見間違いじゃないんですか。抑圧された現代の最も大きな歪みが社会的弱者である子供に堆積し、こうした形で現れているんです。知ってる、ガキがやったとかいうやつでしょ。最近のガキわけわかんないよね。あいつらこそぶん殴ってやりたいよね。ああ、金属バットでしょ。ネットに書いてた。子供たちにはバーチャルとリアルの違いをもっと明確に教えていかねばなりません。バカだよね。暴力なんてゲームの中だけにしとけばいいのにさ。人生台無しだよな。そう、負け組だよな。不審な人物ね。怪しいばあさんなら時々見かけるけど、多分ホームレスかな。すんげえ気色悪いの。こんなちっちゃくてガキみてえの。すいません、おられますか。すいま…おぬけの殻ですよ。ホームレスまで金づるにしようってのか。そこまで腐っちゃいません。善良な一市民の捜査協力ですよ。通り魔逮捕のためのね。ここのおばさん、事件直後からいなくなったって話ですよ。しかし、どうなんですかね。世間じゃバット少年がどうしたこうした言ってますけど、私にはどうもね。人身事故の上に公務執行妨害の前科まで欲しいのか。おっと、やぶ蛇やぶ蛇。しちゃダメだよ。うん。おっと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 。みんなね、妬んでるんだよ、月ちゃんのこと。どうして？月ちゃんは変わってるから。普通だと思うけど。大丈夫、月ちゃんは悪くないよ。悪いのは。うん。でも。思い過ごしだってば。絵は描けますから、別に無理じゃないです。いえ、行きますので。あ、どうも。詐欺月子さんですね。先日の通り魔事件についてぜひお話を伺いたいと思いまして。どうも。詐欺さん、これ。さすが丸美の生みの親だ。かわいいもんですな。現場の近くにホームレスのばあさんが住んでましてね。そのねぐらで見つけたんですよ。なんかやけにタッパの低いばあさんだったそうで。私、今回の事件に興味がありましてね。近所に聞き込みをして回ったんですが、目撃者が一人もいない。おかしいですよね。特に深夜でもなかったんだし。私見ました。だからぜひ詳しく。よく覚えてません。
そのおばあさんならなんか知ってると思ったんですがね、これが消えちゃったんですわ、事件の直後に。奇妙な偶然の一致ってやつでしょうかね。溶けてる。え、まあね、ババアが金属バットで人を襲うってのも考えにくいんですが、だからって子供ってのもなんだか。おっ、ところで詐欺さん、正社員それとも契約？まろみちゃんのマルシートかどうなってんの？権利持ってたら半端じゃないっしょ。あんた同僚にえらく嫌われてるね。人気キャラクターデザイナーだかなんだか知らないけどさ、自分のキャラ作る方が断然うまいじゃん。安田さん似てる。ちょっと不思議ちゃん入ってますって。男が尻尾振ってくるの知っててさ。篠原さん。ああ、でもあの女最近煮詰まってなかった？三井さん。案外襲われたの喜んでたりして。山城さん。っていうか、あの女のことだからひょっとしてさ。思わぬ成功と名声、周囲の嫉妬と期待、次回作にかかるプレッシャー、わかりますよ。私だったら逃げ出したいくらいだ。まだできてねえんだろう。いたの？本当にいたの？通り魔。半ズボンに野球帽だったんだって。なんかね、くの字に曲がったバットだったらしいよ。うわー、痛そう。なんだっけ、バット少年？違うよ、少年バットだよ。そうそう、少年バット。バットを振り下ろすときニヤッと笑うんだって。変わず。ああ、これはどうも。はい、はい、いえ、ですからそれは次の原稿料でなんとか。あんたね、払う払うって口ばっかりじゃないか。今、かいい仕事が入ってきたところなんで。では、また。話を聞いた方があんたのためにもなるんだからさ。ねえ、詐欺さん、俺のことを助けると思ってさ。
ただいま。係長、晩飯は焼肉かな。